たい。さて、台風が来てるからね。そうですな。このところ奇跡的にこう雨のなのはしのいでますけど、うん、もうどっか行っちゃったのかな。そうですね、なんかそれてる臭いんですけどね。いや、天候だけは強いんですよ、俺。ほんと強いですね。だってさっきもさっき豪雨だったでしょ。豪雨でしたよね。で、なんかちょっとこう休憩してて、じゃあね、やませてみせようかなんていうんで、でもこの豪雨はね、さすがにこれは関東道路のこの晴れ男パーッと買ってもらったらやみましたね。そうなんですよ。すごいわ。邪魔これは本当にすごいと思う。もうね、宗教家になった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。いいんじゃないですか、悟っちゃって本当に宗教家か、もしくは弁護士か、うん、経済役は何ですか、その 最後の、ね、言葉がちょっとあれ、うん、聞き捨てないですよ。経済役さん。いや、あれですもん、何々商事の田川さんがいらっしゃいました。ってなるわけじゃないですか。ざわって、うん、どうも専務お久しぶりみたいな感じ。はいはいね、専務今度うちね本出すことにしたんですよ。雑誌なんですけどね、広告がもしあれだったら、まあお付き合いでね、ほんと隅っこの方のでもいいんですけど、1個ぐらい買っていただけるとありがたいんですけどね。わ、はい、かりました、高橋さん。プチ抜き一面、ああそんな、いやそれはちょっとあれですよ、わかりました、毎月1万冊お送りしますのでよろしくお願いします。もう1冊2000円のね、開放しよう、はい、1万部売るわけですよ。なるほど、なるほど。いやでもちょっとその辺はいけるんじゃないですか。いや無理ですね。そうですか、芥川賞行きましょうよ。芥川賞っていうか、あれはまあ絶対僕小説は無理なんですよ。はい、だって僕生涯ね小説50冊読んでないですよ。あ、結構読んでないんですね。もう読んでない、ほとんど読んでないです、ちっちゃい頃から。はいはい、もう小さい頃から本って言ったらもうなんかハウトゥーもんとか、はいはい、あとは実録みたいな、はいはい、ノンフィクションとか、はい、そんなばっかり読んでましたから、小説って読んでないから書き方がわからないし、はいはい、ある意味小説好きな人がこれダッセーなみたいなの言っても、うん、うわ面白かったんだけどっていう、その映画でもそあるじゃないですか、はいはいはい、素人さんだったらこれうわめっちゃ面白かったっすよ、はい、バタリアン、うんうん、バタリアン2とか言って、2みたいな、はいはいはい、あるんだけど、はい、俺らからするといくらいいって言われても我慢できないのってあるじゃないですか。ありますね。あれはないって、うん、っていう、はいはいはい、それと同じです。小説がまさしくその通りなんですよ。なるほどなるほど。だからピースの又吉さんが、はい、取られた、取られましたね。僕は芥川賞2作品っていうことでちょっと、うん、怪しいぞと思うんだけど、はいはい、はいはいはい、俺普通に読んだらあすごいなって言うはずですよ、はい、でも多分その小説ね、うん、村上春樹をちゃんと語れる、はい、うん、人からすると、はい、もしかするとこれが芥川賞ってのはないよっていうようなぐらい読み取れる、はい、っていうか読み方を知ってると思うんですよ、はいはい、僕は読み方も知らなかったら書き方なんか絶対無理ですよね。あ、なるほどなるほど。うん、なるほど。僕ちょっと変わった監督なんですよ、はいはい、うん、小説をほとんど読まない映画監督なんですよ。ほう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 、うん、で逆にあるじゃないですか、妄想がやっぱ広がるんですか、あれはあの時こういう話があったからやめとこうとか、そういうのは別に、だから小説からの影響はゼロです、うん、ゼロだから、うん、そう我が輩はそれでいいなと思うんですけどね、うん、我が輩も文字の小説とか、まあ、文庫本とか、はいはい、ああいう文字系は生涯1回しかないかな、うん、それは少なすぎだね、1冊しかないんですよね。
はい、時間がもう異常にかかるんですよ、やっぱり、はい、一個ずつやっぱり絵にして読んじゃうんで、はい、恐ろしくその時間がかかるんですよ、はい、その代わりそのノンフィクションとか、はい、そのあとはなんだシナリオとかは異常に早いんですよ、はいはい、うん、いやだからそれは天才なんですよ。あ、いや僕分かんないけど、うん、なんでかっていうと、もうそれは 絵を作るようにできてるから、はいはい、でノンフィクションっていうのは自由に作れるから、はいはい、何々さんがこう動いた、何々さんがこういたっていうことしか書かれてないわけで、はいはい、それはもうあと自分の好みで動かしていけるから異常に早いんですよ、うん、ここはこうやってこうやってこうやって、はいはい、でも小説だけ結局細かく書くでしょ。そうですね、だからそれを出すにはどうやったらいいのかっていうのを考えて、うん、次に感じるのは、あ、これは無理だからここは削除だなとか思いながら読むから異常に時間かかるんですよ。なるほどなるほど。俺村上春樹のなんだ新作、はい、半年かかると思いますよ。おお、あんなクソみたいな文体はいはいはい、はい、あんなクソみたいな文体何でしたっけ題名。え、何でしたっけ。だからあれじゃん、 IQ なんとか。ああ、はいはい、もうペロノルウェーの森なんかでペロッと、あ、もういいって言ってうん、絶対これほとんどの人が分かってないよね、うん、っていうふうな思うんだけど、ノルウェーの森はもうボロボロになるまで読んでるの、はい、お前がどれだけノルウェーの森分かってんだよ人間薄っぺらなくせにってまあ、ほんとまあそんな感じなんですけど、はい、だからもう村上春樹とか、だから川端康成さんはノーベル文学賞取ったじゃないですか、はいはいはい、ね、はい、トンネルを抜けるとそこは雪国だった。これ何がすごいのか僕分かんないんですよ。はい、だっててんちゃんさ、この前さ、はい、どうしたんですか、列車の旅したんだよ。でトンネル行くまではさ普通だったんだけどさ、はい、トンネル変えたらそこは雪国だったんだよ。おそれは普通に会話で出てくるでしょ。おそれはな、普通にな、雪国に通ったんだろ、それはちょうど作れないしたんだな。そうか、雪国かって終わりじゃん。よしみたいなね、うん、それで村上春樹はね、ノーベル賞文学賞取れねえ取れねえって言ったら別にいいじゃん書いときゃいいじゃん。そうですな、うん、そう言われる、見てみるわ。山の線降りるとそこは新大久保だった、うん、これでノーベル賞でしょ。そうですな新大久保だった、次は新宿だったそういうことですよね。その次は代々木でその次は原宿だったそして渋谷でやったみたいな。降りて改札を抜けるとそこには犬がいたその犬は誇らしげに我々を見下し、うん、ね、鉛色の体毛を、ね、浴びせ返るにまるで鼻孔をくすぐるがごとく人混みの匂いにかき消され見ているのであった。そんなんでいいでしょ。ね、はっきり言って褒められたいために書いてるんですよ、小説なんてのは誰かに、はいはい、あ、この人頭いいみたいなね。だから僕は西尾さんはすごいと思いますよ。はいはいはい、うん、バカだもんすごい言語感覚だもんあら、犬の死体だと思ったら荒木くんじゃないって書けないよ普通書けないって。俺そっちの方が文学だと思うもん。それ言われてみてえもん俺あれ、犬の死体だと思ったら田川くんじゃないって言われたこれはすげえと思うもんそんなもノルウェーの森なんか一行読んだって俺が何の感動もなかったですよ、でもその あれ犬の死体だと思ったら荒木くんじゃないっていう時は俺はもうピクッときましたよパーン、メントが飛び出ましたよ大体リプレイがそうですよ。何言ってんのお前お前は釣り場が西でハマって泣きそうな顔してるよ俺はユースさんどうしたの。二度と打たないですよ、うん、赤放流でガンガンね、はい、星4つのリーチガンガン外してもないもん、もうだったら何で当たるのっていう、はい、でもそのだったら何で当たるのも来ないんですよおらららら、やられちゃったわけですか。やられました。あ、まあね、そういう時もあります。ずるいんですよこいつ、はい、俺に5,000円貸したんですよ、はい、うん、いや監督にも3,000円借りて、お前も待って2,000円お前どこへ消えてんだよ指摘してやりましたよ、はいあ、そうでしたって言ってそのままそうだねって言ったら俺はそう、2,000円損ですよ
そこは俺回収していくよ。追い込みかけるよ、悪いけど。やべ、朝早くに来られる。よしさん、よしさん。うん、朝のね、7時59分はダメなんだ。でも8時、今1分だって言って。他の人もまだ朝ごはん食べてるけれどもだ、よしさん、2000円がね、まだ回収できてない。もうちょっと待ってもらえないです。そうそう。え？もうちょっと待ってもらえないです。待つのは全然構わないさ。どちらかというと、待つ方が僕はいいな、はい。うん。僕らはどちらかというと、何で食べてるかというと、利子だから。吉さん知ってる？カラスがねって。カラスがカート鳴くと1割行くんだよ。恐ろしい。うん、夕方過ぎたらまた来るから。怖え。うん、怖え。あ、ちなみに吉さん、何ですか？うち民事関係ないからね。怖え。もうや鉄の世界じゃない。2000円ごときでなんとかしなさいよって。まあそんなバカな話があるんですけど、はい、ガチホワイト始まりました。始まりました。何ですかそのため息は。いやもうね、千葉シリーズ、茨城シリーズでボコボコにされてるんですよ。そうですね、フルボッコにされてるんですよ、俺たち。だからね、ここは癒されたい。うん、パワーが大きいところはいいな。パワーが大きいところ、ああ、まあせっかくね、海辺に来てるんでね、海のところのね、海のパワースポットは初めてですね。あ、そうですね。海辺のパワースポットね、おお、行こうかなと思っております。なるほど。でも海のパワーってすごそうですね。母なる、あれ、ね、母なる大地、大地って言ってるね。大地バース海ぞ。シーバース、これでも良かったですね、雨がやんで。いや、本当に良かったよ。雨の中、海辺に行くってあんまりあれですからね。おー、だから、あなたは雨男なんでしょ。雨男。なんか大きいイベント必ず雨だよ、ね。いや、もうだから、あの、多分ね、あの、来てくれた GTG の皆さん分かると思うんですけど、全部雨だったね、我が家のライブはな。ほんで、はい、君の方が強いから、でもね、はい、俺山してたと思うんですよ。山してました。そうそう。いや、あのね、いや両方山したんですよ。あのこの前のそのアコースティック、確かね、夜は降ってたんだけど、うん、我が家たちがライブやってる最中とか、うん、その入り時間とかは降ってなかったんですよ。あ、そう。はい。あれは俺関わってるつもりがないから、うん、だから降るだろうなと思ってた。だけど。なんかこう降らないから来るのかなっていう予測はできちゃうんですよね。うん、そうです。それぐらいすごいですよね。だ、一緒に何かやったら俺の方が強いってことですか。そうです、そうです、そうです。でも俺が強い意志を持った時しか晴れないですよ。ああ、なるほど。だからあの日は我が輩たちのアコースティックの時は、まあ、まあしょうがねえなっていうね、ギリでこうなんですか、雨、じゃあ雨ぐらいは降らさないと言ってあげようかなみたいな感じで疲れましたよ。多分ね、監督はライブ来てないじゃないですか。これ、あ、どう？来てないけど、KT とかもいるじゃないですか。はいはいはい。KT でもそこそこ持ってるんですよ。あ、そうなんですか。そうです。だから、そこそこってかなり持ってるんですよ。まあ、絶対あれ俺ですけどね。なんですぐ言うの？いや、だからさ、なんていうのかな。はい、情報開示の概念が普通の人とちょっと違うんですよ、ここ。はい。ここは黙っててくれ。はい。とか言うのがわからないでしょ。でもこれは言うんだっていう。あ、なるほど。まあ逆に面白いですけどね。いやいや。もう周りからびっくりさせてやろうと。なるほど、なるほど。うん、ふかしてやろうっていう。あと過ぎたびっくりはもういいってやつですよね。いや過ぎ去ったびっくりとか、うん、そういうなんですか、驚きとかは、うん、過去の驚きはもうこだわらない。もういいです。うん、そうですな。俺はもう今しか生きてないから。うん、そうだ。うん、今とこれからですよね、やっぱりね。これからはもう先が見えないからあまり考えないことをしている。常に今だ。常に今よ。そうでございます。うん、これ左じゃないですか。そうです。これを左です。はい。でも天馬さん結構マシになってきた方ですよ。あ、そうだね。前に比べればもう昔は本当だって D シーズ当初の頃は。うん、集中豪雨か台風かどっちかです。そう、本当に
これ本当に嘘なんかついてない、本当にびっくりするぐらい。あなたは俺と出会ってよかったです、ね、本当でございますな。浄化されてますね。はい、本当でございます。ありがとう。いやいやいや、ここは早くお店をいただきたいものですが、テックマンさん、土地があるそうじゃないですか。そんな土地はね、金銭欲、物欲、それがあなたをダメにするんですよ。それを私たちに使って、有意義に世界平和のために使おうではありませんか。はい、権利勝利をしなさい。でもね、そういうところがあるからこそ、こうやはりね、大事なところですよね、前に進んでいく。よしさん、はい、年頃の娘さんがいるそうじゃないですか。その方はなぜ入信されないのですか。なんでしょうね、じゃねえよ。お前は芸しろや。私のイニシエーション。さあ、今日の場所は今日の場所はでございます。はい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 、海辺の縁結びのパワースポット、はい、お、竜宮社。お、それなんだ、竜宮城とかと関係ない、全く関係ないです。ないね、と思います。黒潮がぶつかるところでね、縁結びのパワーが強い、なんか鐘があるそうですよ。ほう、そこの鐘を鳴らすと絆がより深まるだとか。あなたの、うん、あの鐘を鳴らしたのはあなた、うん。ね、そういうところでございます。はい、そこでちわびの、なるほど、まもなく着きますけど。え、もう着くの？無料部分これで終わり？もうなんかあれだと止めてトークすればいいんじゃないですか。そこまで。え、ちょっと海みんな見せてあげましょう、海を。ああ、なるほどなるほど。やっぱね、あなたいいこと言う。海見せでも有料になってから何やんの？え、だから神社行くんでしょ。だって目の前でしょ。目の前ですよ。じゃあ金鳴らして終わりですよ。金鳴らそうよ。いや、それも有料でしょ。それも有料です、ね。じゃあ無料部分入り口、こんなとこから入れない。あ、これじゃん、あれですね。ここ車どこ止めんのさ、竜宮さん。車を止めるところを探す旅で、ね、じゃあそれ行きましょうか。あ、あれ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 、駐車場なの？駐車場ですか、ね、いいんでしょう。いや、ここそうでしょ、ほら止めていいから、ほら、ここ絶対そうですよ。あ、もうちょっとしたらありそうですね。なるほど。正味5分ぐらいしか喋ってないんじゃない？そんなことでしょ？そんなことですか？お前らちょっと自立しろよ。俺が聞いたらなんかそんなもんですか？そんなもんですかね？そんなもんですか？質問の違うんですよ。俺運転してんだから。違うんですよ、カメラがね、絶不調に今日機嫌が悪いんですよ。急カメラでやってますから。モニターが見えないのでね。あのさ、これ運転してんだからさ、何分ぐらい回ってるから、何分、どうですかね、どうですかね、どうですかね。もしよろしければ天狗さんがグイッとパスし合ってどうすんだよ。グイッとやっていただけると俺の問いかけを、ね、これで、ね、どれぐらいかかってるかっていうね、そういうなんかこうドキドキハラハラも必要でしょうかね。尺は大切ですよ。尺大切だけど、もうカメラ貸してください。何がカメラ貸してください。やだね、バーカ。ほら、ほら、海すごいでございますよ。バカって。バカってあんた。そもそも生きててバカって言われる。ちょっと。ないっすよ。さぞ言われる。伸ばされる。謝罪にしてみましょう。ちょっとだけね、こういう感じで。さあ、今の。一回行ってみて。あ、よく平らに言ってた。バカバカ。言ってるやつ。量産で言ってるやつ。あ、ちょっと機嫌が直ったよ、この子。お、ほんとね。よいしょ。いや、実際この後に、はい、うん、まあ、いろいろあるからね。そうなんですよ、そうなんですよ。そうなんですね。そうでしょう。何分ぐらい？あそこ出て。いや、知ってるなら言いなさいよ、性格悪いな。あんまりね、事情言うのはなかなか本人を目の前にして性格悪いからって言うのってのはなかなかないですよ。光って見えないんですよね。まあこれ反対になってますから、ね、まあまあでもそこそこのあれですけど。そうですか、ね、まあそんなことなんだ、はい。縁結び、ね、そこで鐘を鳴らすと絆が深まるそうですよ。もう縁はいいっすよ。
そうですか。いやでも分かんないですよ、これからね、うん、もうどん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 あこれはもう男女関係なく、あ男はいらないですか。男いらない。男いらない。女ですか。ニューハーフはちょっと興味ある。なるほど。ロシア、あとロシア、ロシア系とアメリカの、あ、はい、フェラデルフィアじゃないな、オレゴン州あたりの田舎の娘、なるほど、そばかすがちょっとあって、はい、赤毛のアン的な感じ。そう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 、はい、男の人なんか手も握ったことありますよっていうのを馬小屋で、馬小屋で藁の中で聖母マリアがキリストを産んだこと。そう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 。ナルコ花春先生、はいはいはい、私の大好きなエロ漫画の方がその洋物を描いたんですよ、はい、そうなんですか。あのね、男の子が留学でホームステイに来たんですよ、はいはい、でそこで出会った田舎娘、アメリカの田舎娘ですよ、はい、ねえ、ナイスパーティーなんだけど、はい、そばかすなんですけど、はい、もうその農場っていうか、はい、牧場にホームステイ、はい、いよいよ帰るってなったんですよ、はい、その子はね、パスポートをね、麦畑に捨てるんですよ、わざと帰れない時に、はいはい、それは男も分かってて、はい、しょうがないなっていう、うん、まあどうでもいいんですけどちょっと憧れたなっ て。なるほどね。そういう情の熱さっていうかね、うん、よろしいんじゃないですか、切ないですね、うん、もう嫌なんですよ俺もう東京とかの女って、はい、ああなるほどなるほど、うん、じゃああれですか、やっぱ地方の女性ですか、田舎のね、はい、うん、ほっかむりかぶっていうのを田植えでもしてるまあ30か40ぐらいの未亡人お、うん、なるほど。たまたまなんかの調査で僕が来て、はい、そこで泊まるところ宿がないっていうところで泊まってたよ、はい、行水してる姿を見ちゃうんだろうね行水っていいですよね行水はいいですね。なるほどなるほど、うん、もうそういうのがいいんです僕、はいはい、いろいろ我々もねこの1年気を回ってきたじゃないですか、ええ、どこの県がビビッときます。あ、この辺わかるよ。どうですか。新潟。新潟。あ、そうでもないですか。新潟はそうでもないです、ね。あ、そうですか。うん、結構なんか女性がすごい美人で。まあまあ美人なんだけど、俺そんなに美人美人好きじゃないんですよ。あ、そっか。だってその例えばタレントさんとか女優さんとか、うん、友達いるし、食事行ったりとか、うん、一緒に街歩いたりとかするじゃないですか。はいはい、もうめんどくさいんですよ。やっぱり綺麗だし、あ、そうか、そうか、で座るたんびに何でか知らないんだけど、うん、綺麗な奥さんでって言われるんですよ。ああ、なるほどなるほどなるほど、うんうんうん、本当にムカつくぐらい言われるんですよ、はいはいはい、でちょっと本命っぽくいいなと思ってる人には絶対言われないんですよ、はいはいはい、でもどうでもいいね人は、どうでもいいっていうかそういう感情がない人と食事行くと必ず言われるんですよ、はいはい、綺麗な奥さんでって、はい大体誰に言われ、誰の時に言われてるのか大体想像するんですよ。分かるでしょ。歴代のは全部言われてます、はい、まあ本当に綺麗な奥さんでね、はい、いいですわね全然違うんですけどっていうのがあるから、はい、もうね、綺麗な女の人って僕あんまり何もその浮かばないんですよ。なるほどなるほど、うん、なんとなく想像できるじゃないですか、全て、うんうんうん、全てが、そうですね、そうですね、うん、ちょっとブスがいいんですよ。なるほどなるほどね。ちょっとブス、ちょいブス。だからあのお笑い芸人の、はい、なんだっけ、あの新体操やる人、あれ、ああ、はい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 、なんだっけ、あの、はい、白い白いはいってやるやつですよね。はい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 、なんで、ああいうのいいですね。はいはいはい、捨てても何の心の痛みもないしもったいないなとも思わないし、はい、飽きたらお互いじゃあ別の人生をあたくされな、うん、ああ伊藤麻子、はいはいはい、はい、ああいうのいいですね。ああ、なるほどなるほど。で僕あの人、あのエロを売りにしてる女の人、はいはい、笑いの、え、ダメです、違う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 、大久保さん、そうそうそう、大久保さん全然 OK ですよ。はいはいはい、はい、あ、そうなんですか、うん、全然 OK、 話は早いし、はい、
何でもやってくれそうじゃん。でも飽きたらじゃあお互い別の人生でって何の惜しくもないじゃないですか。なるほど。うわこれちょっと話すと欲しいな、でも飽きてんだよなっていうのが一番めんどくさい。なるほどなるほど、うん、なるほどね。なるほど。俺かなり鬼畜なこと言ってますよね。だからそれぐらいもうあんまり興味がないんですよ。なるほどなるほど。それ言ったら惹かれるだろうなとかそういうのがもうないんですよ。うん、なるほどね。わかるでしょ。わかります、わかります。だからこれから出会うね、あの女性にこんなこと言ってたとか思われるのが嫌だから、うん、なるほど。そういうのは黙るじゃないですか、はいはいはい、これを公言してるっていうことは、うん、多分どうでもいい。まあでもそれでも来る方というのはもうね、うん、それはもうそれはね、うん、それでもっていう人はもう理解してるから。そうですね。それこそ話は早いですよ。話は早い、ね、確かに、うん、もう飯食いに行ったりどうのこうの送ったりとか言って、うん、そのじっくりじっくり熟成させて、うん、ドンってやらなくても、うん、もう会った瞬間にじゃあ行きますかって言ってピンポーンと押して、うん、なんで2500円休憩っていうのに2500円の部屋はいつも空いてないんだろうっていうかないし、だいたい5000円じゃんとか思いながらボタンを押してる、はいはい、話早くていいよね。うん、終わったら帰れるんだもん。じゃあまた今度って現地帰る。現地集合、現地帰る。ひどいところになるともうそのホテルの前、はい、集合。集合ちょっと遅れるんだったら先入っててみたいな。すごいですね。予算は4900円までって、はい。話早くていい。そうですね。だもう年なんですよ、だから、うんうんうん、あのね、話早くていいっていうことが大好き今。はいはいはい。話早くていいじゃん、うん、やっぱね40超えるとそうなりますな。もう死にかけてるから生き急いでんですよ。死にかけてないしね。いやだってもう折り返し地点じゃないですか。まあまあまあ、うん、人生の、ね、人生のね、うん、でも僕なんかもう48だから、はい、正味あと俺は7年か8年だろうなと思ってるんですよ、俺の寿命。いや、それはない。いやいや、本当本当で当たんだよ、俺、大体こうこうこうなってこうだろうなっていうのが。いやいや、だからあと8年ぐらいなんですよ、俺、行き急いでるんですよ今。謳歌したいと。そう、だからもうじっくりじっくり服脱がすんじゃなくてもう脱いでくんねえかなって言ってバッバッバッでも後ろ向いてくれっていう話。それぐらい行き急いでるんですよ。早すぎる。もう俺には時間がないから。俺には時間がないんだよ。なるほど、ね、もう立たなかったらもうシャワーなんか浴びてないでもうやってくれと口で。行き急いでるから。なるほど、なるほどね。だからもう巫女すり半ですよ。なるほど。パンパンパン、うん、ゲッ解散。なるほど。俺もう本当に目標はウサインボルトですから。軽い行事ですね。何が軽い行事ですね。もうそのね、肉体関係はもう行事になってますね。ポンポン。だからもう愛を深めるための行為じゃないね、うん、なるほどね。出すための行為だね。ほな、うん、そうなるとこうなるんですよ、はい、じゃあ自分でもいいんじゃないってなるわけです。はいはい、自分でやってるわけ。めんどくさくない、うんうんうん、ね、うん、X ビデオなんかタダだし、はいはい、うん、なんだかんだ言って4980円取られるわけで、うん、2時間で、うん、X ビデオなんかもう24時間見ててもタダ。確かに。そうでしょ、うんうん、っていう風になってくるんですよ。話が早いってなるもうだからもう行き急いでるんで。なるほど、ね、もうね、俺とやりたい人は早く立候補した方がいいですよ。もう死ぬから8年後には。立候補した時点でだいぶあの叩けといてほしいですね。うん、というかもうあの立候補するときは挙手じゃなくて脱いで後ろ向くってことなんで。立候補します。本当にもう金取ろうかなと思ってるぐらいだ。行き急いでるから。やらなきゃいけないこといっぱいあるんですよ。じゃあ行きますよ。何、どこへ。神社でしょ。海見せて神社で、それでパワーもらって長生きしましょう。いやだからもう別に長生きしたくないんですよ。そんなに。だから簡単な人生設計としては。うん、だってなんか面白いことありますこれから。いや、ありますっていっぱい。あるある。面白いじゃないですか、うん、お金が入ってくるじゃないですか、はいはい、でも今そのお金の使い道がないんですよ。ああ、あってもあっても欲しいもんなんかないでしょ。車なんて全然欲しくないでしょ、はい、で家も別に、うん、まあちょっとね、あのバーってやって、
屋上に展望風呂作りたいなっていうぐらいの夢ですよ、はい、何も使ううちないんですよね。なるほどなるほど、うん、それより話が早い話をどんどんしたい。なるほどなるほど、それは話が早いよ。なるほど、うん、合理的に生きてるんですよ。だからなるほどね、死にかけてるからだからもう女の人なんかに時間かけてる暇がないの。なるほどなるほど、うん、でもその5分10分なら咲いてもいいかなっていうなるほどなるほど、で そこの過程を楽しむのはもう過ぎたと。そうなんです。もうね、普通の女の人は相手してられないんですよ、はい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 、だから俺はもうニューハーフかロシアンかオレゴン州あたりの田舎のアメリカ娘なんですよ。それまだ経験してない道でしょ。うん、そう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 、そうまだ経験してないのはいっぱいありますよ、はい、でもそこだけはちょっとクリアしとかないと、うん、まあ基礎ができてないかなってそこのフロンティアスティックはまだできてる、できてない基礎はできてます。基礎なんかできてないですよ、てんちゃん。そうですか。うん、あんな普通の人とやるなんて基礎じゃないですよ。いやいや、普通の人ともやってないじゃないですか。でも過去それはもうやってんじゃないですか、うん、ね、イチローだって最初、うん、投げ方分かんなくてもえいって投げてる。はい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 、普通の女の人とやるっていうのはそういうことですよ。なるほどなるほど、うん、うん、やっぱりこの投げ方肘を上げろとか、はいはい、ね、いろいろあるんだけど、はい、その基礎をまだ僕はクリアしてないんですよ。なるほどなるほど、まだフォームができてないと。フォームできてないね、これから作ってきた。そうそうそう、でこれ前も同じような話をしましたね。だからその監督がこれからやらなきゃいけないその人種というんですか、うん、そういうのはまあいくつかありますよね、その3つと、はいはいはい、あとあれですよね、男ですよね。え、あの模倣、あの要はゲー、ゲーがどうしたんですか。あれとかやったことないですよね。僕ゲーと近親相関と銃刊だけはやってます。やってないですよね、うん、だからこれでもう6つですか。うん、6つ、うん、でもそっちの6つは邪道だからそうです、いい、うん、オーバースローで150キロ投げれなくなって、うん、南東派になったって感じ、はいはいはい、だからあそこは僕は選手たちもそこまでは行ってほしくないよね、監督にね。いや、それはもう俺は150キロ投げれなくなったら、うん、三振取れなか、取れないようだったら俺は引退しますよ。なるほど、じゃあそのそこの、あ、最後の3つのラインに入る前に引退ってことか。あ、そう、もちろん、なるほどなるほど、もう僕は三振が取れない、うん、ありがとうございましたって言って潔く、そうそうそう、ありがとう59番田川選手みたいな電光掲示板があってうん、花束もらって帰りますよ59番は永久欠番になるんでしょう、ね、そうそうそう、ただやっぱり150キロ投げるんだけど、はい、高速スライダーって投げてみたいなと思うわけ、うん、なるほど、それはまだ俺投げてないと、はいはい、うん、それが要はオレゴン州の女だったりロシアだったりニューハーフだったりロシアだったり、なるほどなるほど、うん、ここからフォークに入ると、うんうん、あのどん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  SM の世界に行ったりとかあ、そっか、ダークな方、もう俺直球だけで十分だから、はいはい、ああなるほど ね、まあ、世の中にはいっぱいそういう変則なようなやつがいっぱいいるんだけど、うん、僕はもう王道ですから。ああ確かに確かに、うん、その基礎ができて、うんうん、そうですよ、だから GTG の中でニューハーフの人がいたらチャンスですよ、はい、ただし言っときますけど、一緒にいててあの人ニューハーフだよねって言われるような見た目はダメ。なるほど、え、それ どういう見た目がいいですか。いや、え、男なの、あの人。ああなるほどなるほど、めっちゃ可愛いんですけど、はいはい、はい、てか言う、ほんで声もあれでーってくる、はい、喋ったらねあれ一発で分かるみたいな、うんうん、私あれだし、あ、えー、男かよこれダメダメ、まあ、アニメ声で、はい、うん、でも男、なるほど、うん、なるほど、本名は小池徹平とか言ったらもう最高だねでも言ってるじゃんいるし、いやそういうのがいいって言ってるじゃないですか道場涼子とか言って思ってたんだけど、はい、本名は私実は小池徹平って言って、なんかもうめちゃ燃えるんですけど徹平っつんだもちろんあれですか、工事済みな感じで、え、何ですか、あの島の方は工事済みの方がいいですね。工事済みはダメです。あ、そうなんですか。それは違う、逆に、うん、そこはそれは女じゃん、もう、ああ、あの構造上女じゃん、はい、うん、もう全てが驚き、あ、もう、あの、おぉ、マジ、おぉ、マジ、マジ、マジっていうのの、あの、オンパレード、オンパレード、ね、で、昔の写真持ってこいって、はい、そのギャップをこう見ながらやるから、見ながらもう変態じゃん、ね、ちょっと待ってください、変態って言う、俺は王道だって言ってるでしょ、150キロ、いや、だから変態の中にも王道があるわけで、いや、変態王道じゃないですよ、もう俺は普通の一般的な常識の性の話をしてるんですよ。
なるほどなるほどね、あのね、あの五反田行きなさいって、だから、いやそれも違う、それも違うんです、うん、風俗で行くの違う、あできればその子は OL かなんかで会ってほしい、なるほどなるほどなるほど、もう要素、要素自然なやつね、うん、自然界のやつをそう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 やりたいのね、野生を感じる、野生のねレアじゃんみたいな、モンハンでいうところのなんか希少動物、希少種、アシとかキャー逃げられたみたいなだから僕はもう日々あの頭の中でモンハンのテーマが流れてるんです、街歩くと、はい、ダラ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 でもね、一緒に飼ってくれる人がいないんですよ、うんうん、そういう趣味の人がなかなかいないからだからいつも一人でキャーソロ、ソロハンターだなるほどすごいでしょ、ね、うん、4つあたりで見つけたんですよ、もう毒持ちもたりでね、全然希少種でも何でもなくて、ええ、ただの雑魚ですよずっと持ってたんですよで、あの売りに行ったら50円ぐらいですね、でマジっ て, 言ってあそこで全然希少じゃないのこれみたいなそんな感じですよ、だからもうロシアに行きたいんですよ、なるほど、ロシアでガンガン借りたいんですよ、はいはい、うん、だからもうそういうナチュラルなの、うん、ナチュラルですね、うん、それは勝ったことにならないんですよ、なるほどなるほどなるほど、お金で解決したやつは勝ったことにならない、はいはいはい、そうだろ、そうです、ね、やっぱりそのアプリなんかでもさ、その課金して課金して出てくる、うん、あのレアものより、はい、やっぱり無料で引くことに意味がある、なるほどなるほど、ここでね、それが勝ちじゃない、うんうん、まあそうですね、お金五反田でどうのこうのって言ったらそれは負けですよ、なるほど、それはカウントされない、なるほどね、僕の中では風俗店はカウントしてませんから、なるほどなるほど、やった数は、はいはい、うん、カウントしてません、そんなん言ってたら本当にミリオン行きますよミリオン引くわミリオン引くもう一郎アンダース超えますよ殿堂入りですよ僕本当に、そうですね、そうでしょ、ね、そんなこと言ってたら殿堂入りいっぱいいますよ、まあそうですな、ねえ、世にはね、世にはね、確かに確かに、俺はもう、もうあの自然の中で生け捕るブヒーとか言って罠をこう仕掛けてその罠作りがもう嫌なの、なるほどなるほど、できることなら家で買ってくださいっていう私をあのモンハンで買ってくださいみたいな形で帰ってきてほしいぐらい、なるほどなるほど、うん、はい、もしかもうヨロヨロの状態で歩いててほしいもうデコピンでバターンタタタタラー上手に焼けましたもうモンハンの醍醐味全くないじゃないですか、だからもうそんな醍醐味全くないですよ、だからレベルがモンハンなんかでも俺やったことないんだけど、はい、マックスぐらいまで行って最強の装備をやってたら大体枯れるんでしょ、大体枯れます、うん、もうそうなったら面倒くさいじゃん探しに行くの、そう、ね、なるほどね、来てくんねえかなこっちって言って、そんな感じ、なるほど、うん、本当に分かる、この俺の虚しい気持ち分かります、ぽっかり 胸に穴が開いてるんですよ、穴が開いてそれを埋めなきゃいけない、うん、心の隙間をね、そう、うん、もうハンターじゃないんだもん俺は、うん、なるほどな、うん、洞窟で仏像掘ってるよ俺、なるほど、コン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 、そこに今までやった女の子、うん、こっそり埋めに来てくれと、えそこに来てこっそりね、うん、この後ろから穴を埋めに来てくれと、いやでもその時に来て洞窟に来ても、うん、帰れって言っ忙しいから、ずっと飼ってたらね、馬が怒りますよ泣きながらブヒーブヒーンとかやるけどもう終わったんだって、この馬がね一人で突っ込んでいきますよ村の人たちを守るために、はいはいはい、片目ガーン疲れて帰ってきますよねえ、知ってます、国王ってなんで目つかるんですか、あの新しく北斗の拳で、はい、あの新しい新章を始まった時に、はい、ラオウがいつも国王乗ってたんだけど、はいはい、そっからはケンシロウが乗ってた、でもそのファーストシーンでメイクをやってたじゃない、あれはちゃんとストーリーがあるんです、はいはい、あそうなんですか、そうあれはこの前あの新作何十年ぶりに書いた時に明かされたの、はい、あそうなんですか、うん、確かに確かに、そうあのユリア死んじゃったんですよ、はいはいはい、あ、はい、ユリア死んじゃって、うん、まあやること全部やっちゃって、はい、もう満足って言ったら死んじゃったんですよ、はいはい、ほんでケンシロウはもうふぬけになったの、はい、もうユリア死んじゃったから、ユリア死んじゃったから、はい、ほんでもう村人がその
なんか助けてって来ても、はい、逃げろって、はい、それは知らんと、うん、もうあの逃げれるだけ逃げろって言う人になっちゃった、はい、助けにも行かないの、はい、でずっと仏像掘ってるの、はい、それを見た国王が貴様ふぬけるなって言った話でいろいろ挑発するんだけど、はい、もういいんだって国王、お前も静かに暮らせ、はい、国王はラオウの子だから、はい、ラオウのね、はい、見てて、はい、でケンシロウの強さも知ってるから、うん、なんとか戻そうとするんだけど、はい、それ人間じゃない馬だよ馬の話を言いましょう馬だよいろいろ引っ張ったりするんだけど、はい、もういいんだって国王、うん、なんだっけなあの誰かの子供ジューザの子供、はい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 、雲のジューザの子供が、うん、結構、はい、あのイケイケどんどんなんですよ、はいはいうん、なんかすごく、はい、ね、うんうん、あの村の村を守るみたいな感じ、はい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 、で、あるやつらがぐわーっと襲ってかかってた時に、はい、そのジューザの息子が行くんだけど、はい、国王も一緒に行くんですよ、はい、その時に疲れちゃうんですよ、はい、あ、そうなんですか、で、ジューザの息子もボロクソにやられて疲れて、ジューザの息子を国王が背負って、はい、もボロボロの形で戻ってくるんですよ、はい、なら国王がボーン、ジューザのその息子の子供をケンシロウの前に見せて、うん、どうよお前これ見て、はいはい、何も感じないわけ、うん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 、はいはいはいなあ、うん、それでも北斗神拳伝承者これはお前を守るためにお前やったんだよ、どう思うのお前、はい、あこれ馬の話ですからねこれ馬だからこれ言ってんの馬だからそれでケンシロウは戻るんですよ、うん、あなるほどなるほど、うんほんで、あの、ママの、あの、ケンシロウになって、はい、お前はもう、お前はもう死んでいるって言って、はいはいはい、その村を壊滅、あの、悪党を壊滅する、はい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 、そっから、また国王に乗って旅立つ、なるほど、ほんで、バットのとこに行くんですよ、なるほど、そう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 、それに繋がっていくんですよ、はいはいはい、まあ、その馬は、馬ですからね馬の話でした貴様状態なのよふぬけたかみたいな、なるほど、ちょっと読みたいな、それ、あれ結構笑えた本当ですか結構今のセリフ、ええ、のまんまなんですよ、はいはい、演出が、はい、こうふぬけたかもういいみたいな形で去っていくんですよ国王あ馬ですからそれそれがセリフなくても伝わる、はい、面白いでしょうなるほど面白い言ったんですよ、うんうん、あのね北斗の拳の愛蔵版の中の、はいはい、その読み切りで、はいついたんですよ。なるほど。もう特別に読めるって言って、はいはい、もうそれだけ買ったんだもん、はい、それだけガーン売り上げ上がったんですよ、はい、他の愛蔵版全然売れないんですよ、はい、だっていっぱい出てるんだもんそれだけガーンと上がるわけですよそれはそうですよ、はい、新作なんだもんおうおうほんでもう負けず劣らずでしょ、はい、国王ずっと喋ってるし、うん、ふぬけー、うん、アホーこれはどう思うんだ馬ですからそれセリフなんかないですよ国王って言いますよ国王5ですかそうそうそうどういうこだわりなんですか。いわゆるあのなんとか号って馬につくじゃないですか。はいはい、だからそういう号がちゃんとついてますからね。うんうん、あそう馬ですからね。設定的にはあの花の刑事の馬いるじゃないですか。はいはいはい、松風、はい。あれの子孫なんでしょ。あそうなんですか。うん、あれの子孫のイメージなんだって、はい。なるほどなるほど。うん、ほうほうほう松風の流れを組む。うん、なるほどなるほど。うんまあ絶対ファンが勝手に言ってるんだと思いますけどだってあれどう考えたって国王だろそうですね松風って、うん、もう最終的にはねラオウの息子に渡りますからね国王あそうなの？あの最終的にはケンシロウが、うん、ラオウの息子を育ててるんですけど最後、うん、あれラオウの息子ってユリアの子だろ、はい、あそうなの？うんあらだからラオウとユリアの子供なんですはい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 ほうほうほううんうん、確かそうだよ、うん、確か最後全てお前に託したって言ってそうあのねあれ確かねこれ噂だと思うんだけど、はい、なんでそうなったか分かんないけど設定的にはあのユリアが捕らえられたんでしょ、はい、あの間にできちゃったらしいですよ、はい、あそうなんですかそうだからラオウは諦めれるわけ、はい、もうやることやったしガキ作ったしケンシロウお前にやるよって言って、はいはい、返すよ死ぬし俺ケンシロウ寝取られますか？ええ、あれ寝取られますよ
まあでも最初もそうですよ。あいつ男の中の男ですよ。兄ちゃんに寝取られてガキまでこさえて両方とも死んで俺育てるわってできる？それはもう男の中の男です。男の中の男でいいよ。ザ男ですよ。ヘタレ中のヘタレでしょ。ケンシロウってヘタレ中のヘタレでしょ。ねえ、あシーン絶対やってるよユリアと。やるよね。まああんだけ無理やりでもやるよね。でも最後はやっつけた時に埋めてやるんですよ。はい、なんで埋めんだよケンシロウ、うん、ね、同じ女を愛した男だから。うん、もうヘタレにも程があるでしょ。もうぐっちゃぐちゃに、もう死んでもまだ起こしてまだ殴るでしょ。おお。確かに確かに、多分そういうのでしか興奮しない男なんだろうね。なるほどね。ああ、うん、性癖ですか。そう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 。なるほどね。ね、うん、完全にX ビデオでこうなってる人。そうそう、うん、こうやって。でもそれが最高。でもめっちゃ強いっていう。立ち悪いよ。それは誰も叶わないです。全く興味ないんですよ。確かに確かに。うん。ほんでもう北斗の拳の時は24、5歳なんですよ。ラオウの時。うんうん、ね、その時バットが15、6でしょ、うん、で10年後ですよ、はい、ね、また会うっていう、はい、でリンがその時10歳ぐらいでしょ、はい、で大きくなった時20歳ぐらいでしょ、はい、でリンがもうケンシロウのこと大好きなんですよ、はい、ね、もうね、もうロリンでもあるわけですよ、あいつ。なるほど。もう自分より弱い女が好きなの。はは、なるほどなるほど、うん、だからマミはダメなの。なるほどね。だから見向きもされなかったんですよ。興味がないね。こいつ俺いなくても大丈夫じゃん。うんうん、ユリアと顔がウリ二つでも。でもっと言っていい、ユリアそんなにいい女か。そんな周りのね、俺はトキに言いたいよ。トキだって好きだったわけでしょ。はい、トキ違うじゃんって言って。で、俺研究したんですよ。なんであんなにユリアが。はい、要は北斗神拳でずっと山にこもってたわけでしょ。はい、ね、女がいないから、はい、もう男子校に一人二人工業高校にいる女の子みたいなもんですよ。モテるんですよ。なるほど、うん、少々問題があっても、はいはい、その現象ですよ。俺は時に言いたい。なるほど。違いますよ時さん、うん、え、どういうことですか。世の中見たんですよ、女の子いっぱいいるじゃないですか。言われてみればそうですね。いいですかこの写真って言ってね、どうですか、マギーぐらい見せますよ、はいはい、これマギー、ほう、時さん、おや、いいでしょ結構。え、会えんの。いや全然トキさんなら会えますよ。本当、え、ね、治療してあげればいいかな。でも治療なんも何もしなくていいですよ。本当、トキさんなら全然大丈夫ですよ。だって知ってますトキさん、うん、あなた位置的には、うん、この乱世の世の中で、うん、俺は一番だと思ってますよ。本当ですか。実は本当かい。うん、ラオさんラオさんってみんな言ってるじゃないですか、うん、俺トキさんだと思ってる。ラオさん一番怖がってるじゃないですかあんたと。まあな、だからその気になればもうあんたはもう世界を征服できますよ。そうかい。もうこんなマギーなんてもういくらでも向こうからビリャーですよ。飛行でね、うん、こうひとつきして気持ちよく行かせる。全然大丈夫。本当かい。じゃあもう一回行きますよ、うん、あそこにユリアさんいますよね、はいはい、あれそんなにいい女ですか。そうでも、そこそうでもなくなった。言われてみればそうでしょ。言われてみればな、ね、もう言われてみれば。そういうことですよ。なるほどな。じゃあマギー俺奪ってきますから。おうおう、シャッハー状態で。おうおう。その後50人、うん、おう、頼むよ。でも多分結構抵抗すると思うんで、うん、ちょっと3日ほど私黙らせるために、うん、あとトキさん好みを、うん、あれに教育しました。ああ、どう、分かったよ。あ、皆まで言わないで。分かった分かった。トキさんが喜ぶようなテクニックを全部身につけてからお渡しします。ああ、分かった分かった。皆まで言わないで。分かったよ。よしゆきのじょって。で、私今からモヒカンにしてまいります。おお。バギーが明日納品です。納車だそうなんで。よし雪の城は今火炎放射を用意しております。なるほど。一応マギーの家族、村人、その他全員殺しておきます。ああ、分かった。皆さんアミバじゃないですか。さあ行きましょうか。はい、ここから先は有料でございます。後半も待ちしてます。